ライン3波の攻防戦、3番の奥手が先頭、中段が7番の中村。さあ後方は九州勢なんですが、4番の木戸崎が動いていくんでしょうか。赤番周回に入りましたが、今のところ動きがありません。さあ先頭変わらず3番の奥手、奥手が誘導と少し車間を切るような感じ。中段中村は変わらず、そして九州勢にもアクションがない。ジャン前2コーナーからバックストレッチ、この辺りは各ラインの駆け引きが行われています。先頭変わらず3番の奥手で金が入りました。さあ緩やかな流れ、緩やかな流れ。4番手この辺りでようやく7番車の中村が仕掛けていくんですが、待ち構えているのが3番の奥手亮。奥手もペース上げてくる。そして1番の中澤、連携が乱れて中澤が3番手を決めました。さあ飛ばす7番の中村と3番の奥手、ここは3番の奥手も前を譲らずに奥手が突っ張るような感じ。そして2番手が2番の鈴木信之、あとは1番の中澤へ、後ろから4番の木戸崎まくってくる。さあ九州勢のまくりスピードがいいぞ。4番の木戸崎はここで捕まえました。追走は6番の平総一で4コーナーを回ってくる。九州勢の一騎打ちか。先頭は4番の木戸崎、後ろから一気に6番の平が並んだか。内は4番の木戸崎。